絶望した。自分探しの旅に出て自分を晒す者に絶望した。タイムラグだけの世界に絶望した。さあ今回は皆さんもご一緒に。絶望した。どちらが迷った挙句の第三の選択に絶望。絶望した。過保護社会に絶望した。TPO をわきまえなさいよ。今や祝日は祝日になってしまっているのです。絶望した。遅くかかるはしかの恐怖に絶望。絶望した。後で回収される商いに絶望した。9割の政治家が汚職を自首し、国会は完全にストップしてしまい、8割の製造業が製品の不具合を自主、自主回収で物不足が深刻に。プロデューサー自らが作品のつまらなさを自主し、自主制作映画が次々上映を取りやめ。皆さん自主しすぎです。日本の機能は完全に停止しました。どちらが先だというのですか。絶望した。アニメは子供の見るもの。加減は3ヶ月でやめちゃう。俊介は走れない。労働組合は左寄り。絶望した。取ってくれと言わんばかりの揚げ足に絶望した。チリちゃんの何かが崩壊した。さらに驚くことに、回答欄がずれてなかったとしても点数が変わらないんですよ。もういいってば。なんだか腰砕けなデモ行進に絶望した。天より与えられし者に対して無条件に受け入れありがたがる無条件降伏です。素晴らしき伝説の大ボールたちよ。ここ削って100円になります。潰れた遊園地は廃墟になって来客増えます。創生延命により生きながらえた者たちに幸あれ。どういう意味ですか。つまり言葉の言い換え、ダブルスピーク。